だけ怖い。まず、わし知らん？まず、出身地詐称疑惑みたいなのあんのよ。何ですか、出身地詐称疑惑。どういうことですか？これ言い出したらすげえ機嫌悪なの。ちょっと待ってください。人の番組で20分経ったらお母さん帰るんですからね。あとの1時間、俺2人でまだ残る。いや、だから本当に、要はミステリーとかの事件であるやん。はいはいはい。本当は全てを実はね、真実を喋ってないのよ。え？何ですか？そのわし、ほんまに、わしなんか、ほんま今日初対面けど、騙されそうなタイプやもん、ほんま。しばくぞ。どういうことやねん。いやいや、ほんとに純粋でな。いや、まあまあ。純粋でなんか、ほんとに。純朴な、その、純朴な感じですけど。ほんとにね。何ですか、その、なんか、詐称疑惑って教えてくれって言ってんの。いや、出身地ですね。出身地で。でも、私は詐称はしてないんですけれど。うん。はい。あ、なんで聞いてます？僕、神戸って聞いてます。そうですね。鷲崎さんも神戸出身で。僕、神戸。はい。私も、まあ一応神戸って。一応神戸って。文化放送のプロフィールには記載してます。いやいや、ちょっと待ってください。え、なんですか？え、な、え？でも、生まれたのは、大阪で、でも、生まれてから、いた大阪の年月と、神戸にいた年月は、神戸の方が、多いんですよ。どれぐらい?1 年ぐらい。1年ほら見て。危ない。これわし、ほら見てみ。ちょっともう。これあんのよ、ほんまに。関西人、まあ神戸、大阪、まあいろいろあるやん。はいはい、言うたら神戸のがスッとしてると。ほんで大阪は人情の街、ちょっとコテコテやってる。でも女子アナとしては神戸の方がね、なんかこう。そう。それ、いやいや、それを、まあ、万が一、はい、まあ、万が一、例えば、生まれた病院がたまたま大阪ですぐもう神戸にほとんどね、住んでませんと、100歩譲って、いいんですけど、差は何年って?1年。ほぼ大阪やね。青春時代の全てを僕神戸で過ごしたと思ってました。いやいやいや。だから、思い出も共有してると僕も思ってたんですけども。でも、あれですよ。はい、最終学歴の大学は神戸ですし、はい、実家も神戸なので、まあ、トータルして14時25分、確保逮捕です。今日帰れないと思いなさいよ。いや、だから本当にね、なかなかまあ、ついちゃんというのは、なかなか、つかみどころないとか、でもまあ、